さあカリンさん続いてはご紹介いただけるのは何ですか？次はですねちょこっとあのジュエリーの方を少しお見せしたいと思います。あの噂によるとカリンさんはジュエリー担当普段。はそうなんです。ここは本職ですね。はいどうぞよろしくお願いします。じゃカリンさんも多分熱が入ると思うんですけど紹介。まず何からいきましょうか。はいまずですねポイントポイントがありあるんですけどあのそれはあのフランクミュラーの数字をあの。 よく使われてたものなんですね。なるほど。で特にこうコレクションを持ってあのなんていうの？コレクショナー、コレクションしてる人たちコレクターたちね。コレクターたちがあの奥様とか何かをプレゼントするときにあのあじゃ買うってこう高価。また一つこうコレクションに加えるためのジュエリーが多いということで。はい。 本当ここにもネックレス348とこれが一番のベストセラーなんですあそうですかサンクミラーの数字をゴールドにしてそしてダイヤありなかったりそれは自由に選べるんですけれどもそういうのも選べるんだダイヤもありましピンクダイヤピンクゴールドホワイトゴールドそしてヨローゴールドはい色もこれは一つのシリーズなんですねでこれはブレースレットでチャーンズが あってこれも数字がですね。クチキラキラキラ。この数字も選べたりするんですか？もちろん全部選べます。じゃ例えば二人のラッキー数字をあのカップルで一つずつ選んでもいいし、あの誕生日とかにしてもいいし。そです。え素敵。いや特にあの恋人へのたあのえっとプレゼントに多いです。いいですね。ちょっとじゃ次も行きましょう。はい次は。 次はこれはですね、うん、あの先ほどもねバックスンドストラスでも言いましたけれども、はい、ダイヤモンドがありまして、でこのカーベックスシェイプと申します。あ、うん、まりよく見えないんですけれども、はい、このカーベックスの形してるダイヤモンドがあるんですけれども、うんはい、そういうふうにカットされるのも、はい、あのフランク・ミュラーだけなんです。なるほどね。その技術があるのは。はい。はい。 そのダイヤと。があったり、こういうふうにあのいろいろ数字を使ったり。は私も大きいですね。はい、もう本当一流の素晴らしい石を使わせていただきます。で、ここもディスプレイされてるの今たまたま八ですけど、これも数字がいろいろ選べます。これこれはたまたまあのこれは八を選んで、あの八っていうのはエターナルで無限と同数字ですね。そうですね。あ、それで八になったらですね。はい。そしてこちらは無限とベルトなんです。はい。 これは男性でもいい、ね、いけけまますすねね、うん <laughs> はい、これは女性でも男性でもいいです、うん、のもうちょっと後にしてもまたお違うこれカフスですねカフスもありまして数字の入ったりあのこういうふうになったりこれもプレゼントだったり <laughs> あのこれは小さいんですけれども女性にもできますし、うん、あの大きいのもありますしもう色も全部自分自由に。 僕ちょうど今カフスがないんですよね。い, <laughs> いいですね。<laughs> 持ってなきゃダメですね。あ,あ、本当、カーネさん優しい、はい。<laughs> さすが自分が担当してるだけあって。これ、あ、これもアート型の数字を使って。はい あのここはワイトにあのピンクゴールドにワイトこれはあの特に夏向けですねこれからいいですこれあのゴールドこっちラキラキラさせてあのふわフラっとした綺麗なドレスでドレスでもサマードレスでもいいし海でもいいし結構ガッチリしてますからねこれはちょっとまたより女性を美しくしますね特にねファンにファンにいいですねそしてこれは新作であカラーになってますまずこれは あのクロスですね。これはクロス、これも結構人気あります。これ中数字になってるんですか?。これも色も変えられますし、あの自分のダイヤありダイヤなしでもできます。はい、そして。ここもう一回ベッドで。ベルトが出てきますね。さっきとちょっと色合いが違う。そうですね。いろいろ形があります。フランクミラーカーベックスだったり。アールデコだったり、ガレーだ。まあ、ばばばばいっぱいあります。で。省略しました。特に、あのカフスまたございます。フランクミラーのカフス。はい。 あのベルトのバックルはね、そう、うててそしてベルトもバックルがあのえありまして、そしてあの黒子のベルトも、うん、それもまた自由にあこれもデザインと色を選べるんですかそうです,ああうです別々でで色はあの注文できます組み合わせ先ほどのあのあの時計のベルトと同じです、うん、ベルトじゃないな、うん、ブレース 典型的のベルトんですよ。そうです。はい。じゃあ、えというところで次は、これここがジュエリーのコレクションですね。今カリンさんのあの普段の担当のところで気合が入った説明の後は、次いきましょう。はい。ではフラン、次はフランクミューラーにいろいろあの先ほどもバックスとかピエルコンツありましたけれども、あの他にも少しございます。ブランドが。ブランドが。それご紹介いただけるんですか。どんなブランドが。あのこちらあのちょっとだけあの説明。こここちらは。はい。 お客様が入ってるんですけれどもバルトレーといいましてもともとパリの中心から来ていてレディ女性向けの女性向けこれも日本で少しずつ人気が出てるそうです素晴らしいですね今もたくさんの方見てらっしゃいましこちらもいっぱい綺麗にできてますここは あなんか商談してますね。はい、これはヨーロッパヨーロッピンコンパニーッチ、はい、これはもともとイタリアの会社でして、はい、あのとてもこうグッツイデザインをい,いいですね結構あの力強い男性向けのデザインって感じがありまして色合いもすごくあの抑えた感じでシックになってますね ああ皆さまた、はい、女性向け次は男性向けのそうでしたね、はい、そしてもう一つでもう一つですねこれはピエールミシェルゴレーと言いまして<あ>これは実はフランクミューラーさんの先生なんですこのゴレーさんが先生なんですかそうあのトケイさんあのトケイ学校のあの校長先生だったんですねあ,あのフランクミューラーさんのそうフランクミューラーさんの先生で、はい、でフランクミューラーさんがあのうちで働かないか 研究のためとか、はい、これからあのいろんな時計の開発のために来ないかって言って来てくださってでそして、じゃあついでにブランドも作っちゃうっていうだから非常にクラシックであの男性向けであの洗練された、うん、確かにすごくタイムレスな感じしますねあのクラシックなんだけれども、うん、いつまでもこう<う>何代も受け渡していけそうな、はいはい、孫にも。そうです ブラボ、<laughs> ブラボですね、えゴルさんは自分のブランドもやって、そしてフランクミュラーの時計にも関わってるんですか、ね。はいそうです。あの非常に優れているトクヒさんです。すごいじゃあフランクミュラー。先ほど言いましたよねあのグランデトゥルビオンあのビギガはい。あ,あいうのにもその設計とかすべ、うん、て関わってます。 先生の技術があるからこそフランクミュラーもそ,<う>そしてその中のまたフランクミュラ,、ね、ラ,ラーさんの,この時計作りにかける情熱がここでも分かりますね師匠です師匠師匠なんだけど一緒にやってるというすごいとここにそのラインが全部ありますが、はいはい、確かにこうやって見るとクラシックなのが並んでおりますねいいですねあのすごく落ち着くデザインですねそううですあの、うん、本当男性のうちのち社長さんもよく これをおーっこうしますはい。なかなかの場所とそして服も、えー、年代も選ばない感じがすごくして、はい、え間違いない一品という感じですね。はい。いずれこう親にこういうのをプレゼントしてあげられたらいいですね。ううですね。はい。親孝行したいです。<laughs> はい。はい。<laughs> さあということで、えー、ちょっとその他のブランドもいくつかね、えー、紹介してきましたけれども、はい、ここでいよいよですね、うん、ちょっとですね。 もう一つ VTR を見ていただくんですが、はい、今はあの工房のさっきスライドショーを外から見ましたけど、はい、ついに工房の中を。中ですね、中はこれも初めてじゃないですか。実はあの情報によると動画ね, <laughs> 動画ね この工房の中に入るのは、だからテレビも全部含めて、でするあの動いてる映像が外に出るのは、うん、これが世界初ということは宇宙初宇宙初、ええ、やった <laughs> ということなんですね。じゃあその工房の中じゃあ一体どうやってフランクミュラーの時が作られてるのか、うん、ちょっとその秘密明かしちゃうようなもんですよね。見せちゃうようなもんですよ、ね。大丈夫です社長に許可取ってるのかしらね。取ってるでしょ。<laughs> <laughs> 普段降りないんだけど今日は特別にということで,でじゃあ見ていただきたいと思います。はい、世界初の映像どうぞ。